出直し看護塾3分間劇場。臨床2、生かす看護師国家試験。運動負荷心電図の話。解説員、出直し看護塾、青柳智和。国家試験を臨床風に、アレンジし、学生さん、既卒の皆様にお役に立てるよう解説してまいります。では、今日の問題を見ていきましょう。第107回の午前、91番の問題です。運動負荷心電図、いくつか種類がありますが、トレッドミル運動負荷試験を、行ったようですね。その後の心電図の変化は、どうなっているかという問題です。ところで、トレッドミルって何でしょうか？これは、運動負荷心電図の一種ですが、名前の通り運動負荷を、かけることで心筋虚血を誘発します。他には自転車を漕ぐエルゴメーターというものもありますね。結構歩くというより走らされるのですが、正直、死ぬんじゃないかというくらい走らされています。運動により限界まで心筋の、酸素需要を引き上げ、心電図の虚血性変化を、見るということですね。胸が痛いと言っても実際にはいろいろありますので、その原因が狭心症かどうか、老化性かどうかを確認する検査です。見たことのない方はぜひ一度見てみてください。心配になるくらい走っています。わらわら。私は運動が嫌いなのでこの検査は、やりたくありません。わらわら。さて、心電図ですが、どうでしょうか？発作時と安静時を比べると、まあなんか確かに変化は、ありそうですね。心電図の確認のポイントは決まっています。洞察力で見抜く急変予兆の、103ページにチェックリストとして、載せておきましたが、このあたりをしっかりと学習し、確認する必要があります。まあ、勉強することが多くてなかなか、大変だとは思います。では、チェックリストに則って一つ一つ確認していきましょう。こちらは発作時の心電図です。心拍数は、RR 間隔が 0.72 秒ぐらいなので、60秒を RR 間隔で、割ると83回くらいですね。正常でしょう。心拍数の計算方法は知っておくといいです。PP 間隔、RR 間隔は等しいので、調律は大丈夫ですね。P は、ありますね。PQ 間隔は 0.2 秒を、超えているので一度の防湿ブロックですね。QRS の幅は広く派内ですね。正常です。ST 部分は、既前に戻っていませんので、ST 低下所見です。以上ですね。ST 部分は、必ず既前に戻りますので、戻らずに上がったままであれば、ST 上昇、下がったままであれば ST 低下です。判断に迷うことはありますが、定義自体は簡単です。既前に戻るかどうかだけです。T は、正常ですね。QTC は、この情報だけで正確に、計算することはできないというか、普通はモニターに任せてしまいますが、まあ、パッと見、大丈夫でしょう。わらわら。というわけでこの患者さんは、ST 低下の所見があります。ST 低下イコール狭心症ではなく、実際には大動脈弁狭窄症や、頻脈などの影響も、受けます。ただ今回は、運動で誘発されているので老化性狭心症の、可能性がかなり高いですね。もっとも運動後だったらもっと心拍、上がるだろというツッコミを入れたくなりますが、いや、心拍が上がるほど歩いていないのに、ST 下がったのか？ん？結構シビアな病態？などの一人ツッコミを入れながら動画を、作っています。わらわら。アセスメントは、一人ツッコミです。合う所見、合わない所見を全力で、探します。話を戻しますが、安静時の心電図では ST 部分の、低下はありませんね。ということは、運動誘発性の ST 低下、まあ、老化性狭心症の、可能性が高いってことですね。虚血性心疾患を疑った場合の、心電図の確認のポイントも、洞察力の本に載せておきましたので、参考にされてください。いろいろありますが見るべきポイントは決まっています。もちろん、これを見ただけではわからないのですが、このチェックリストを活用しつつ、仕事をすれば心電図は、だんだん読めるようになってくると思います。では、今回の設問をチェックしていきましょう。ST 低下は、ありですよね。P の低下は、ありません。陰性 P は、防湿接合部上部からの、刺激発生所見のことですね。異常級もありません。異常級は、心筋障害の所見です。心筋梗塞などを疑います。感性 T もありません。感性 T は、過去の心筋障害を考えます。QRS 拡大もありません。QRS 拡大は、心筋伝導障害などを、考えます。この患者さんは、運動負荷により誘発された ST 部分の、低下、よって老化性の狭心症を、考えます。というわけで、本日の出直し語録、ST 部分必ず既前、既前に、戻らなきゃ、虚血あるかも。少しずつ覚えていきましょう。では今日はここまでです。チャンネル登録、お願いいたします。